IQ 武器ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はなさんから感想お願いします。今日はですね、いろいろと事件みたいなことがたくさん起こった回でございました。本当はね、問題も一問あったんですけどもね、あまりにも楽しすぎてね、一問なくなったという、とても幸せなハプニングが起こったりとかして、とてもいい回だったと思います。はい、どうぞ。ポテトが美味しかったです。そうだね、美味しかったね。名前も名のとく、あ、アキシュープロジェクトのゆりんごです。あ、ゆりんご、ゆりんご、ポテト美味しかった。美味しかったな、ね、よかった。ありがとうございます。ごめんね、うん、ごめんね。ありがとうございました。どうぞ。はい、君が私だけの王子様だったらの餅つきプニです。はい、一番思い出に残ってるのは、やっぱジェンガが悔しかったです。次は勝ちたいです。ありがとうございます。一人でよう頑張ったんだ。はい、頑張った。もう視聴者の人もね、プニちゃん応援してましたから、ね、本当ですか。ありがとう。プニちゃんどうでした。はい、純情のオフィリアのビリアさんのツンデレガールミミです。バラバラバラツンデレガールだと思って、ツンデレガールか、うん、なんかお箸のティッシュのやつがすごい、もうめっちゃ掴めたんで、すごい嬉しかったんですけど、あの私関西出身なんですよ。でも関西弁を出せなかったのがちょっと悔しかった。あ、じゃあ最後関西弁でね、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、最後に付き添いの香里姉さん。はい、どうも、付き添いの香里です。今日初登場だったんですけど、まさか香里姉さんと呼ばれるとは思ってなくて、もう最後には名実ともに香里姉さんになってたんじゃないかなと思います。今日は家に帰って一人でお酒飲みたいです。あー、いっぱい飲んでください。